2021年バドミントン世界選手権が来年11月に開催されることになった。新型コロナウイルス感染症で来年に延期された東京オリンピックと日程が重なるのを避けるためだ。世界バドミントン連盟は2日、来年の世界選手権が11月29日に開幕し、12月5日まで行うことを明らかにした。 大会はスペインのウェルバで開催される。世界選手権は8月に行われるのが一般的であるが来年に東京オリンピックの日程が延期されたことにより日程が変更された。なお、東京オリンピックは2021年7月23日に開幕し同年8月8日に閉幕することが決定している。